新型コロナウイルスの感染が拡大する中、福岡県の服部知事はこれからの年末年始、基本的な対策の徹底を県民に呼びかけました。明後日はクリスマスイブでございます。そしてすぐ年末年始、お正月がやってまいります。人と人とのですね接触機会が増えます。服部知事は今日年内最後となった定例会見で。 新型コロナの新規感染者数が2か月近く増加傾向であることなどを踏まえ医療の負荷も徐々に増えているという認識を示しましたその上で人との接触機会が増える年末年始に向けて換気など感染症対策の徹底と あさってから県内631カ所で行う無症状者を対象とした無料検査の活用を呼びかけましたまた医療の逼迫は何としても避けなければならないと強調する一方重症者の数や発熱外来の混雑状況を総合的に見て直ちに医療逼迫防止対策強化宣言などを発出する状況ではないとしました